こんにちは、ケイドアです。今日はオールスター感謝ガチャ、実際に引くべきかどうかの話を主にやっていこうかなと思います。で、結論から言うと今回引かなくていいと思います。後でね、その話をするんですけども、まあ、僕は YouTuber という仕事をやってまして、まあ、特に YouTuber っていうのは良コンテンツも悪いコンテンツも、まあ、先陣切って何かしら人柱っていう表現は良くないかもしれないんですけども、まあ、特攻するっていうのがね、仕事の一環だと思うので、まあ、今回は先陣切って、まあ、現実を見ていこうかなと思います。では行きます。あ、定期割合と見ますか。8.じゃなくて 12% ですね。で、オールスター感謝ガチャっていうのは多分限定キャラたちが 0.4% とかで一応ピックアップされてると思います。過去の実績を見ると限定まあまあ出やすいんですよね。だから多分、まあ、こんだけ限定いますけども、何かしらこのピックアップはされてると思います。はい、バルキリー、源内、ソーヒー、おーっと、チェシャ猫結構たくさん出ましたね。まあ、12% なんで超重震災、激重震災と全く同じ確率でございます。そのうち1体は星力確定っていうところなんで、まあその星力確定以外のところでいっぱい出てくれるとラッキーだねっていう話ですね。はい、今回結構出ましたけども、引かなくていいと思った理由を話していこうかなと思います。で、まずそもそもにオールスター感謝ガチャとは何ぞやっていうところなんですけども、まあ半年に1回ぐらいしか来ない結構でかいガチャなんですけど、6月に大体いつも来ます。で、もう1回は大晦日に来るんですけども、今回意味わからないタイミングで挟まれました。で、来月の大晦日に絶対オールスター感謝ガチャ来ます。で、それも内容としては去年で言うと10連1回目は補助キャラ2体で、2回目は補助キャラ3体プラス1体限定キャラが配置されますよってところでめちゃくちゃ熱かったんですけども、まあ、今回のオールスター感謝ガチャは星61体確定のみです。せめて発言確定とかあったらね、引かれたんですけども、まあ、あと期間が今日から11月27日から7、8、9、30、1、2とありまして6日間あるんですよ。だからその中で1回しか引けないというところで考えると、まあ、50個のオーブは何かしらで貯めることはできると思うので、発言確定でも良かったんじゃないかなと思いました。まあ正直その何が出るかわからないので期待値が低いんですよね。超重震災みたいに狙ったキャラが引けるわけでもないですし、まあ、数ある限定キャラの中で何が出るかもわからないしっていうところで、モンスト始めたてで、まあオーブの使いどころ困ってるよっていう方とかだったらいいかもしれないんですけども、まあ、結構そこそこやってるよっていう方だったら、最近は期間限定キャラの強化が凄まじいので、僕の考えとしては基本的にそういうところでオーブをぶっぱするのがいいかなっていうふうに思います。それが顕著に現れたのはフラッパ以降のヒロアカコラボ、夏のアルファシリーズですね、って分かったんですけども、本当に今のモンストは期間限定キャラをめちゃくちゃ強化してるんで、まあ、最悪超重震災とか属性限定は、まあ、なくならないものなんで後々引けるんですけども、期間限定はね、本当に期間逃すと一生ゲットできない可能性がありますから、そこのところでぶっぱするのがいいかなと思います。特に今回は大晦日のでかいオールスターも控えてますから、まあ正直星6一体確定っていうところだけでは引かなくていいかなと思いました。あの、僕の魂胆では本当に星6一体のところでしか出ないっていう予定だったんですけども、本当に運よくこのキャラが結構出ちゃいました。ただ現実は多分他のアカウントで引いたりすると星6一体のところだけしか出ないっていう可能性も全然あるんで、まあ、全然そんなめちゃくちゃ熱いガチャといえば熱いガチャなんですけども、それは期待しすぎな感じもするんで、今回はあまり魅力的に感じないかなっていうふうに思いました。なので迷ってる方多いと思うので、何かしらの参考になればなというふうに思って今回はお話をしました。まあ正直に言うとオーブンの使いどころは人それぞれなんで、考え方次第なんであれなんですけども、僕の考えとしてはこういう考えなんで、そういう考えの人もいるんだなって知ってもらえたら幸いでございます。それではご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録の方お願いいたします。それではさよなら、バイバイ。